信は全部雨はないなさそうです。圧感が売れないじゃん。ああ確かに。そうですね。来週か。来週再来週、ね、再来週か再来週か来週はベースターじゃない。はい。では1分前ですね。これで30分からですね。はい。1分前です、はい、一回オープニングかけてみるんですけど、ボリューム大丈夫そうですか？聞こえてます？大丈夫です。これで合わせていきます。そうですか、夏も寒いですね。真似します。お願いします。寒いね。こんばんごくんちょ。こんばんごくんちょ。こんばんごくんちょ。ちょっと薄くだけ本当の放送が流れたりするんですよ。うん、もうあの放送この録音には乗らないので、うん、ヘッドホンの分配器ちょっと混ざっちゃってるんですよ、ね。ちょっとでは10秒前です。はい、オープニングから収録開始していきます。この前 BGM もありますね。はい、FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。インパルスレディオ第3回目、スタートしてします。よろしくお願いいたします。いよいよ2月1日ということで、実はですね、僕のこのラジオ番組、いつも曲をかけたりアシストしてくれてるキャン君、今日は初めて話振りますけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今、くんって言ったね、キャンさん。全然くんで構いませんね。いや、とてもガジェット好きと音楽に詳しくて、とってもなんかね趣味が合うんだろうなと思ったけど、もう全然足元にも及びませんよ。あ、いえいえ、そんなことないです。本当にありがとうございます。最高です。よろしくお願いします。でも2月は、結構 FM ギノアもリニューアル、そう話していいのかな。はい、もうみんな知ってるのかな。リニューアルの方がもう始まってしまって、うんうん、今放送流れてるこの時間、僕実はスタジオにいないんですよね。あ、そうなんですね、はい、そうなんですね。いや、なんかね、新しくなったらやっぱ楽しみな、ね、反面ね、なんか見慣れた風景がどうやって変わるのかなっていうのもあるし、はい、でも多分放送するのも結構あれ、第1回が3月4月ぐらいになるのかな、リニューアル終わって。 もっとかかるリニューアル期間って、夜のこの 6時とかからの後の番組に関しては、2月の、木曜日は第3週から放送可能です。ああ、そうなんだ、はい、2月10日まではちょっと伝送講師とかが入るため、今ちょっとあの夜の番組もお休みもらうんですけど、2月の12日からですね、一応夜は通常で放送するような方向で今話が進んでます。ああ、そうなんですね。いや、なんかもう1年ぐらいかかったかと勝手に思っちゃったんですけど。いや、そんな大掛かりなことは、でも楽しみですね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、今週のインパルスニュースお伝えしていきたいと思います。はい、2月1日ですね、直近のインパルスのニュースなんですが、我々ギノワン市商工会青年部がですね、お手伝いさせていただきます。球春到来ということで、 DeNA 横浜ベイスターズ、横浜 DeNA ベイスターズですね言い方間違えたら怒られちゃいますから、横浜 DeNA ベイスターズのですね、歓迎感謝の夕べという、なんか聞いたことある方もいればですね、知ってるよっていう方もいらっしゃるのかな。実はですね、このイベントめちゃくちゃプレミアムチケット化してですね、もう本当に横浜から熱狂的なファンの皆さん、たくさんギノワン市で来てくれるんですよ。それなぜかっていうと、ラグナガーデンホテルでね、毎年行ってるこの歓迎感謝の夕べっていうイベント、こんな距離でプロ野球選手と触れ合えるのっていうぐらいの、すごい愛に満ち溢れた素晴らしいイベントがあるんです。それのですね、まあ、運営ではないんですけど、セキュリティって言っていいのかな、のお手伝いを我々、ギノワン市インパルスのメンバー毎年やらせていただいてます。ちょうどねコロナの時期があったので、なかなかそういった事業ができなかったんですが、今回は久しぶりに開催ってことで、もうギノワンにたくさんの方が来てくれますよ。
とっても楽しみなんですよ。でね、結構ね、毎年毎年チケット争奪戦をくぐり抜けて、結構毎年会う方がいてね、どんな確率で応募してんだろうって思うぐらい。まだね、宜野湾、その沖縄県民向けのチケットと、県外向けのチケットってあるんだけども、多分全部もう売り切れちゃって、まあ来年あのまた機会があれば皆さんぜひ応募していただきたいなと思うんですけど、本当にね、選手、今注目の選手、まあ、特に去年だと WBC もありましたから、あの牧選手とかね、もう本当に有名な選手とかと直接触れ合える。今回ね、ちょっとあのサイン会ではなくて、あのハイタッチ会ね、ハイタッチ会っていうのがあって、選手の手を触れるって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないけど、普段なかなかそういうことできませんからね。でしかもね、シーズン始まる前なんで、とってもあの大事な体をね壊さないように我々しっかりセキュリティしながら、まあ、中にはねちょっと熱狂的なファンの方もいるので、あの落ち着いてくださいって言ってね、僕の大きい体で壁になって話してますけども、さあ先週に引き続き、いつも青年部で僕と一緒に頑張ってもらってますヒット北部長の上原くんに来ていただいてます。はい、こんばんは、よろしくお願いしますね、はい、さっきからちょっといろいろと相槌打ったりしてたんだけど俺の話振ってないやと紹介しなかったそうですね、察知ましたか、ね、はい、よろしくお願いします。ヒットはあれ、このベイスターズの歓迎感謝のイベントっていうイベントは参加したことあった、はい、あります、はい、ちょっとね、はい、熱狂的よ ね、 そうです ね、 ね、こんなに愛されてるんだって感じだよね、はい、やはりもうでもですし、テレビで見てたプロ野球選手の目の前に、そう、はい、俺が言うのもなんだけど、はい、プロ野球選手ってめっちゃ体でかいよね、はい、大きいですね、はい、なんかお尻もさ、はい、野球部とかもそうだったんだけど、はい、この人NPB のさ、うん、日本に12球団しかない球団の、はい、その選手でしょ、うん、で1軍の選手全員来るよね、うん、あれね、はい、身長もでかいしさ、スタイルもいいんだけど、はい、首周りも太いしあ、急になんかメッセージが入ったから読んじゃいますけど、ひふみさん、ありがとうございます。キャンチは FM 技能案のできる男です。キャンチ、キャンチ、キャンさんのことキャンチ、キャンチっていいね。そんなこと言われてるんですか、キャンチって。あの山内さんが僕のことを呼んでるんですよ。キャンチ、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 いでキャッチじゃないですか。あ、そんな感じなんですね。あと一応できる男っていうのは自分にプレッシャー与えるためにも、あのキャンって名前 CAN のキャンにして。なるほど。ね、あ、そうそう、見たことある、見たことある。キャン、キャン、そのキャンが。いいね。いや、ほんとできる男ですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、今、話もちょっと戻りますけど、はい、あの、ベイスターズの、選手、はい、結構注目の選手いますけど、はい、今回ね、ちょっともしかしたら沖縄の選手、亀田選手かな、亀田選手、ちょっともしかしたら怪我とかで、今、二軍調整中で、ただちょっと、間に合うかどうか分かんないって言ってたけど、それでもね、有名な選手まだいっぱいいますし、しかも新しい戦力の外国人選手だったり、ドラフトの注目の選手もいますしね。で、なんといってもですよ、この2月の3日の歓迎感謝の夕べに行けなかった人は、2月10日、2月10日をもうずっとずっと言ってます。はい、高津高台公園での、そうですね、うん、我々議論商工会の50周年記念の事業、はい、高津高台公園桜祭りで我々インパルスが、ね、はい、仕切ってやらせてもらいますお楽しみ抽選会、はい、ね、うん、これとてもすごい画期的でも何でもないんですけど、監督、番長、浜田番長の三浦監督と、はい、牧キャプテンが会場に来てくれて、はい、あと2人ね、選手来てくれるんだよね、はい、どの選手が来てくれるかちょっとまだお楽しみってことなんですけど、はい、当日来てその場でくじを引いて、そしてその場でサインを書いてくれるんだよね、うん、正真正銘の本物だね、はい、の目の前でこれが当たるんだよね、はい、もうこの皆さんに当たるグッズ、ベイスターズのグッズ全部インパルスで用意させてもらいます、はい、しかもね、
ありがたいことに球団ベイスターズ側がユニフォーム、ね、4着はぜひ提供させてください、はい、嬉しいですね。おー素晴らしいね、はい、DeNA ベイスターズさん本当ありがとうございます。ありがとうございます。もうずっとこれからも先もずっとギノアでキャンプしてくださいって感じ本当にね、はい、いや僕らのねこの祭りの思いっていうのはやっぱねギノアン市、まあ、もしくはギノアン市民の方にもっともっとベイスターズのことを身近に感じてもらいたいし、ファンを増やしたいっていう思いがあって、まあというかじゃあお前は単なるベイスターズファンじゃないのかってなるんですけど、そうまあもちろん今はそうですけど、あのそもそもねこのさっきも話したけど日本に12球団しかないこのプロ野球、今独立リーグとかいろいろプロ野球ありますけど NPB っていうね、はい、日本プロ野球機構のこの団体の12球団のうちの一つが我々の町にこうやってキャンプしに来てくれるんですよ。しかもフルシーズンね、要するに前半後半で分けて海外で前半終えて後半沖縄に来るとか、もしくは宮崎とかでキャンプを張って後半沖縄に来るとかっていう球団も多いんですけど、ベイスターズは我らがベイスターズは2月からもうずっといっぱいずっと行ってくれますからね、はい、そういうのを考えるとね本当にあの何か一緒にできないかなっていうのをずっと思ってたし、で一緒にこのベイスターズのファンの方たちがたくさん宜野湾市に来てくれるんですよ、はい、でこの方たちをねどうにかね宜野湾市もっと面白いところありますよっていうので巻き込みたいし ね、はい、やっぱりこの方たちは宜野湾海浜公園周辺しかたも行かないだろうし、で選手が泊まってるラグナガーデンホテルだったりね、はい、あの辺、まあ、ホテルも多いしさ、でも58号線だけじゃなくてさ、はい、この FM 宜野湾のあるさ普天間地域にもさ来てもらいたいしさ、そういったのをなんか PR できるとかって祭りとかないかなっていうのでさ、今回はちょっとねプレイイベント的な形もあるんだけども、来年からはもう本格的に我々がね独自で考えてプロデュースするね、フェスを期待用意してますので、ぜひ期待していただきたいなと思いますので、このまあ感謝の夕べはもうチケットの販売も終了してますが、2月10日の加賀坂大公園での、50周年のお祭りはですね11時から開始しますので、我々のインスタグラムとかをチェックしていただければですね、当日出演するアーティストの皆さんも、結構出ると思いますのでチェックしていただきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、ひふみさん20年ほど前にとある派遣業でベイスターズの2軍のお世話の手伝いをしたことがあります。そんなことある、すごい。そういうことあるんだ、派遣業で二軍のお世話、あ、じゃあこれなんだろう、横浜とか横須賀でやったのかな、それともキャンプできたのかな。二軍のチームはね、カデナでやるけど、今カデナが確かちょっとね、改修工事があって、もしかしたら今年はあれかもしれないけど、ベイスターズってさ、横浜市にあるでしょ、はい、横浜スタジアム、館内、はいはい、で、二軍はさ、今横須賀の方にあってさ、湘南シルクスって昔名前言ってたんだけど、はい、今はもう横浜ベイスターズの普通の2軍のベースと同じ名前だったのかな、横須賀の海上自衛隊の基地の隣に球場があって、はい、そこが確か練習場だったんじゃないかなと、はい、そちらでですかね、宿泊先の宜野湾のホテルに派遣されてました。ひふみさんありがとうございます。あ、そうなんだ、超いいじゃん、なんか楽しそういや昔ね、はい、僕が小さい頃にね、これ行ったら怒られるのかな、大丈夫かな、さっきかそればっかだな宜野湾のね、このラグナガーデンがオープンした時かな、大魔神の佐々木選手って言ったんですよ、はい、で、追っかけて、はい、なんかピンポンダッシュじゃないけど佐々木さんっつって叩いたらね、めっちゃ怒られたそれダメだね、ダメです、ね、やっちゃいけない、ね、本当やっちゃいけない、子供がですよね、はい、子供が、僕がね、はい、少年時代の、少年時代の頃のダメよ、めちゃくちゃ怒られるよそれはね、あんまりこう出かける人間なんていうのかな、そういったイベントで出かける人間じゃなかったんだけど、はい、たまたまその同級生のお父さんお母さんが連れて行ってくれて、はい、キャンプ見たことあるっつって、まあ、別にってか、はい、俺巨人好きだしみたいな感じだったんだけど、はい、行ったら行ったでね、もう大魔神じゃんってなるんですね。それで知らない間についていって、なんか緩かったのかなありえないわ、ダメだよ、本当ダメだよ今ね、僕見つけたらもう捕まえますからね、捕まえますね、ちびっこの皆さんね、もう、いや怒りはしないけどダメだよっつって UFO キャッチャーのように捕まえてね、ダメだよっつって、そんな感じです。はい、では、インパルスニュースお届けしました。
ヒルズドしております。インパースレディオ、先週に引き続き、僕の商工会青年部で一緒に頑張っていただいているヒット副部長の上原君に今日も来ていただいてます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。先週はね、ちょっと会社のこと、はい、自分の業務内容だったり、いろいろ教えてもらいましたけども、はい、ちょっと今週はね、はい、いよいよこの青年部に入って、はい、何か変わったこととか、はい、考え方とか、何か変化したことあるのかなっていうのをちょっと聞いていきたいんですけど、はい、青年部に入部したのがさっき、僕と会ったのが7年前だとか話したけどさ、はい、そう、結局あの何入社して何年目ぐらいで青年部に入ったの？青年部に入って入社して3年ぐらいして青年部に入りました。結構すぐだね。はい、3年は結局こう証拠が青年部に入るっていうのはやっぱきっかけは、きっかけは、今の会長であります、僕の上司の会長、父親でも会長が来月から青年部に入ってこいというふうにいきなり言われて、なんだ青年部、何するとか、それまでは全くこの青年部としては全く知らない、青年部は全く知らなかったです。はい、でそれをいきなり行けって、はい、行けって言われて、やばいお父さん、なんだと思ったら、はい、こんな感じだった、はい、もうどっぷりハマりましたね。逆になんか今までその部活とかやってた？部活は中学校の頃にバレーボールやってました。バレーボール、はい、でもそのなんだろう、地元のさ、エイサーとかの青年会とか、ああいった組織には、はい、やってないですね。でも青年部って、うん、じゃあ全然想像できないよね。はい、もう、全く分からない状態でしたね。何するのかも分からない、誰がいるのかも分からないですし、うちの親父は商工会になんか絡んでるなぐらいは分かってた。あ、そうですね、ちっちゃい頃から、まあ、宜野湾で何かしてるなっていうのが分かったんですけど、その時に可愛がってくれた先輩たちが、そうですね、ようやく青年部に入った時に繋がりましたね。ああ、この人たちは、はい、ああ、前森さん。そうですね、そういうことね。そうです。会社、カーショップデート、はい、先輩。あ、そういうことなんだ。でも、入って、何か変わった？変わったって言い方はちょっとね、甘すぎ、なんかざっくりすぎるんだけど。うん、入った時はちょっと衝撃はあった。でもなんか楽しそうだった。どっちか。そうですね。最初が、参加したのが定例会だったんですけど、まあね、会議があって、その時の会議で、やっぱその当時の部長さんであったりとか、筆頭であったりとかで、会議の進め方っていう部分で、なんかしっかりなんか会議を議論を重ねて進めてたりとかっていう部分で、やっぱ挨拶も、部長たちの先輩たちの立ち振る舞いが、やっぱかっこいい大人だなっていうふうに当時感じましたね。32歳、30歳の頃ですね。あ、30歳、はい、そうか、37歳なの今、うん、あの時30歳なの？30歳です。いや、まあ世間ではおっさんかもしれないけど、はい、今聞いたらピチピチだな。ピチピチですね、僕らが今、今振り返ると。あ、そうか、30歳だったんだ、はい、うん、あ、でも当時ね、はい、小学生年は45歳までの、はい、年齢規約があるので、まあでも大体40歳手前の30歳、30代後半ぐらいの方たちが役員理事やってるのが多いかな。そうですね、活躍してますね。じゃあもう大体ね、うん、10歳までいかないけども、うん、7歳、はい、8歳ぐらい離れた先輩方がやってるんだ、うん、そうです。それを見たらね、はい、衝撃だよね。衝撃が受けましたね。あ、うん、でそっからですよ、はい、のめり込んでいくわけですよ、はい、青年部、はい、楽しかったです。楽しかったですね、あっという間でしたね。はい、今、うん、立場違うじゃんね、はい、でも、ちょっと聞きたいのは、はい、青年部の中での話というよりかは、
実際この入った後と入会して青年部の入部した後とその入る前のやつではなんか仕事にも影響したりしたのがあったのかなと思って。うん、ありますね。やっぱり、入る前はもう本当に会社の中でちょっと動いてたので、なんか今で言うと井の中の蛙というか、もう社会を知らない状態。なるほどね、うん、で一回ここで青年部に入部するとやっぱ会社だけじゃなくて地域のためにこういうふうに動いてくれてるメンバーがいるんだっていう部分でやっぱり刺激を受けましたし、で、まだまだ僕もできることあるなっていうふうに感じて、やっぱ、しんどい時も、もう仕事の両立がしんどい時もあるんですけど、やっぱみんなが頑張ってて、やっぱあのみんなも頑張ってるから僕もこう まだまだできるなっていうふうにやっぱ力にもなりますね、部員のみんなの存在が。なるほど、はい。なんか、はい、自分は今ね部長っていう職場、はい、あの職立ち位置をさせてもらってるけども、はい、まあ、僕らってね、ボランティアっていうよりかは、まあ、給料も出ないしさ、はい、好きでやってるって究極のさ、はい、言い方したらそうじゃないですか、うん、でもお互いがかな 自分の会社に帰ると、うん、経営幹部者だったりさ、はい、経営者であるわけだから、はい、それぞれ個性がね、うん、強い人たちもいっぱいいるし、はい、でそういった中でいろいろと意見交えてさ、うん、はい、話し合いするときっても大変だと思うけど、うん、実際今、役職理事について、はい、なんかいろいろ衝撃を受けた人、うん、先輩、はい、誰かいます？まあ、今の役職じゃなくてもいいけど、はい、青年部入ってこの人すげえなと思った人。そうですね、やっぱすげえなって思ったのは中田ひかるさんですかね、うん、はい、中田ひかるさんは、まあ、皆さんに分かるように説明すると、はい、めっちゃ名前出してますけど何歳上？ひかるさんは1個上です。あ、はい、そうね、うん、あなたと1つしか変わらないそうですで1つしか変わらないんだけど、はい、筆頭が入部した時は、はい、彼は何をしてたんだっけ。県の会長してますね。そうね、県の沖縄県の商工会青年部連合会の会長よね、はい、31歳ね、はい、で全国大会もしてましたね、はい、考えられない、ね、考えられないですね。まあ、なんかこんなこと言うのはあれですけど、僕も今僕は副会長もちょっと兼任させてもらってるんですけど、会長ですよ、はい、考えられない。そうですよね、考えられない、はい、沖縄の経済のことを語れても語れられないもん、うん、難しすぎて。その会長が僕が初めて参加した定例会に、もう僕は会長っていう存在も知らなかったんですけど、スッと来てなんか青年部手帳っていう手帳があるんですけど、うん、僕が何もわからない状態でキョロキョロしてたらずっと差し出してくれて、はい、一番トップが一番下の子にしっかりとなんかフォローをしてあげれるっていうか、そういった気配りであったり心配りっていうのにやっぱ感銘を受けましたね。あ、なるほど、はい、あ、それはなんかいたずらみたいな、うん、ヒカルさんの悪乗りの感じじゃなくてではなくて、この商工会青年部宣言の昭和の時にこれに乗ってるよって、ね、はい、そう、青年部って入部したら手帳もらえるんですよ、はい、まあ、使うか使わないかはその人それぞれですけど謎の手帳があって簡単に言えば生徒手帳みたいな感覚です、うん、今生徒手帳多分ないでしょ。あ、そうなんですかね、分かんない。やべえ、もうあれそんな感じよね、はい、あ、そっか、うん、まあ、ヒカルさんね、はい、でもヒカルさんはもうその時すでに会長でしょ、はい、もう技能のトップとかじゃなくて県のトップでしたからね、はい、まあまあまあ分かるけど、うんうん、でも他はなんか後輩とかはなんかいた？後輩でやっぱ衝撃受けたのは今副部長を務めてる神山副部長ですかね。あ居酒屋ブランコ愛知にある宜野湾市のね、はい、宜野湾小学校の隣にある、うん、居酒屋ブランコのオーナーね、はい、社長、うん、神山くんね、神山通称ナーガー、ね、ナーガーもうエネルギッシュでちょっと普通の人じゃないよね。うん、いや褒めてますよ、はい、すごい、うん、僕のね、うん、副部長で今筆頭の他にね、はい、もうあと2人副部長いるんですけど、ナーガーもいつかはちょっとね出演してもらいたいなと思うんだけど、いい、ね、はい、何がすごかった彼は。ナーガーはもう怖いもの知らずじゃないですかね。僕がもう本当に青年部に入って前に出て発表するとか緊張する場面が何度もあったんですけど、うん、その場面をナーガーにお願いしたらもうナーガーも堂々と言って何事もなく、やっぱりそう、やっぱ度胸がやっぱすごいなっていうのを見て、なんか見せ方よね、うん、はい、でもそういうのって、うん、まあ、そのやっぱそれぞれルーツがあって、うん、はい、
そういったので培われてきたものが発揮されるのかもしれないけど、はい、なかなか表現できたりさ、披露する場が多分なかなかないじゃんね、はい、機会が、うん、しかもこういう年齢になってくると、はい、そういうのがこの青年部組織、インパルス組織でさ、はい、あの表現できたり、うん、学べるっていうのが一番のメリットかなと思うんですね。チャレンジできます、ね、実際どう、今僕のイメージでは、はい、人はスピーチ上手い方だと思うんですけど、本当ですか、自分でどう思います。いや声も通るし、ありがとうございます。いやいや、はい、本当に。いやでもスピーチとかもでも本当に会社の朝礼とか、朝礼なんかない、ある朝礼は、うん、まあ業務連絡とかではあるけど、はいね、自分の思いとか喋ることってないよね。ないですね。まあ今からいっぱい来ますよ、いろんなところで、はい、そういう時に多分いろんなことをさ、はい、自分の考えてることをまとめて喋る、はい、今まさにこれですね、うん、そうですね。もうエンディングのところが長いですからやばいやばい、僕の言葉をちょっとまとめられちゃってなってますけど、そういうことですよ、はい、勉強させていただきます。こういったのもね、あの勉強でね、はい、いい機会だし、でもそういったのも踏まえていろいろとフィードバックできてもいいですよね、はい、あの45歳以下のディノアンの企業勤めてる方、まあ、商工会の会員の方に限るんですけど、ぜひ入部して一緒に楽しみましょう、はい、お待ちしてますのでよろしくお願いいたします。では今日までありがとうございました、はい、ありがとうございました。楽しかったです、はい、でまた来週もよろしくお願いします、はいはい、インパルスリデーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。